今日こそいらっしゃいました。やっほー、よし、オリちゃんアロハありがとう。アロハみんな。ヨーク、ユーさん、だるまありがとう。みゃんこ先生も真珠貝ありがとう。やっほー、皆さん来てくださってありがとうございます。頭に仲間たちがいる。おい、人生方向おじさん、アロハアロハありがとう。早くもコスプラーク、だって1時間もあるんだよ。今から餃子を作っていこうと思います。こんにちは。みんな聞いたいな。ちょっと遠めのさ、スーパー行ってさ、おじいちゃんがいたからさ、すいません、ライスペーパーありますか。ゲットしたよ、見て、いっぱい入ってる。500g。ニハオ、ヤッホー、みんなぜひぜひぜひ、皆さん、確かにアロハじゃないよね、皆さん星投げカウントよろしくお願いします。ライスペーパー、あー美味しそう、早く食べたい。もう結構お腹空いてて、だから今から爆速でキャベツ千切りしていきます。千切りじゃない、春巻きの皮って書いてるけど、ちぎったら餃子になる。餃子に、そう、待って、13時55分にチャイム、13時55分ね。よし、春巻き作るんだったらもうあれじゃん、もう材料が。しかも私のさ、今さ食器が全然ないからさ、困っちゃった。大きいよね。ライスペーパーで餃子作る。春巻きの皮がきっと優しくそう包んでくれるはずよ。ではまず、はい、まあ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 、いけるいける。あ、12時55分だ。ありがとう、教えてくれて。間違えた、ありがとう、教えてくれて。そうだった、ありがとう、教えてくれて。ソニーさん、ハートありがとう。自由にね。え、熱いのかな。え、でももうすしもちもちで美味しそう。でもさ、ライスペーパーってさ、いろいろなんかさ、いろんなお料理に使えるみたいだからさ、なんか動画とかさ結構流行ってない、ライスペーパー使ってお料理みたいな。で、私本当に今ボウルとか一つもなくって、ほんと困ってる。なのでちょっととりあえずレンチンしていいお皿の上にキャベツを山盛りに乗せて、とりあえずキャベツをね、レンチンします。チャイの似合ってる、嬉しい。え、エプロンつけようって思ったけど、ちょっともう始まっちゃう。もうさ、食欲が今もうやばいの、早く食べたい。あ、キャベツ落ちた。本気で中華となったらさ、ねえ、あ、でもちゃんとオイスターソースいる。お料理でね、オイスターソースってさ大事なんだなって思ったよ。
え、キャベツ4分の1玉って結構さ量多いね。ざっくりでいいです。チャイナかわいい？嬉しい。似合ってる？嬉しい。チャイナ似合っちゃう。ウーバーリーコするなら東京へのね配送料は、まあでももう足りてるよ、もう足りてるよ。みんなの星の星やギフトカウントやコメントでもう十分よ。足りすぎてる。なんなら餃子じゃなくてなんかもう何それ以上、なんかもうフォアグラキャビアとか、そうライスペーパーでグルテンフリーな餃子をちょっと作っていく。見てちょっとキャベツ今とりあえずザクザクに切りました。きっとやばい。見て平たいお皿には無理じゃ。本当にねちょっとお皿を捨てたんよ、断捨離欲が湧いて。めっちゃ可愛い。私さ餃子味ついとる餃子めっちゃ好き。なんかでポン酢でさっぱりして食べるのが好き。よし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 、山盛り山盛り。みんなぜひ星3周できそうですか。私さ朝今朝この朝配信終わって、ゆきりんさんのゆきりんワールド、あっ、ツヤフさん大変ありがとう。あ塩コショウとかさ切った、はい見て見てこれできますよ。さすがキャベツ。ゆきりんさんのゆきりんワールド見てて、呼び捨てファンタジーの歌歌ってるの、そのコンサートで歌ってるの見て、ちょっとなんかあいいなってなった。じゃキャベツをチンしている間にNTF さんたい焼きありがとう。キャベツ畑できた間に、えこのままだとキャベツが大量事件2023ができちゃう。だって見てお肉、お肉こんだけしかないんだよ。足りる？あ、お昼休みいいね。お昼休みの間に私の配信見てくださってありがとう。足りる？まあヘルシー？お野菜いっぱい食べるのはいいことだもんね。でもさ、ほんともうお腹空いちゃったよ。みんなみんなお昼ご飯何？ロールキャベツにしよう。もう千切りしちゃった。皮が足りなくなるぐらい逆に。ではニラをちっちゃく細かく切っていきます。やっぱ関孫六さんの包丁がまだ研いでないので、研ぎ機もね一緒にね届いたので研いであげないとね。お、カレー飯いいじゃん。うわーニラいい香り。私さ本当にニラの香り好き。あうわニラうま、ニラの香りが美味しい。はい、今ニラね千切りできました。え、お茶漬け大好き。うん、チャイナでスーパー行ってきた面白い。チャイナでスーパー何事？
まだね、チンがいけそうなので、で私はボウルがなくて混ぜ合わせるあのあれがないので、ちょっともうジップロックにね、まずニラ、ニラ全部、レバニラ炒め食べたことない。もうスタミナめっちゃつきそうじゃない。大分のニラ豚って何？めっちゃ美味しそう。関孫六さんは何？ねえ、いちごとか入れてさ、デザートにしたらさ、いいよね。なんかあれになるんでしょ、なんか大福みたいな、したい。雪見大福できるらしいよ、ライスペーパー。ニラが入った、めっちゃいい匂い。ニラパワーでどうにか生きていけそう。何個作れるんだろう。でも私50個ぐらい包んだことあるよ。で次の日にまた20個ぐらい。たら豚ミンチ、あいて豚ミンチ、え、星投げぜひしてください。まだの方はね、星集めとか。でも星集め言ってたらさ、私の配信見れなくなっちゃうけど、でも私何度でも同じこと喋れるよ。はい、できました。まずニラとね、豚ミンチちゃんをね入れられたので、次はちょっとレシピ、あ、ごめんなさい、ちょっとレシピをね見て作っていこうと思います。昨日もつけてた。この子が二窓してる、落ちてきそう。ニコタン持ってるのすごい。なんかさ、チャイナ、なんか中華料理屋さんってさ、こう？かわいい？中華料理屋さんってチャイナ服でさ接客とかしてるよね。2つあるから大丈夫、さすがだね。うん、ちゃんとね、あれ調べたんだよ。はい、まずは塩コショウ小さじ1/2。たけさん、ハート音符ありがとう。ジェットブラックさんもハートありがとう。かわいい、嬉しい。誰が喜ぶと。塩コショウ1/2、わかんない。こんぐらいじゃない？味がなんか足りなかったら困るし。待って、まだ混ぜるの早い。もうちょっと、いやちょっとなんか塩分硬いの、おうってなったら困るかな。砂糖がね、私うちないので、オリゴ糖小さじ1/2、こんぐらい、もうちょっと。そうかったかも。髪は自分でした。三つ編みをねしました。醤油小さじ1、多分オイスターソース小さじ2、15分だ。
ンさんハートありがとう。わたやんさん真珠貝ありがとう。マニョチレインボースターありがとう。この少々のわたやんさんありがとうね。成田のしんもありがとう。え、こんぐらい。そしたら生姜はもう好きなだけ。間違えた、ニンニクだった。まあ好きなだけ入れましょう。結構入れちゃった。でもさ、入れば入れるぐらい、入れるほど美味しいくない。あ、250日連続配信中、ありがとうございます。皆さんぜひ50カウントだけでもお願いします。じゃあ生姜いくよ。生姜もまあ好きなだけ入れましょう。早くない？フル完了。はい、あとごま油だ。でもその前にキャベツをすくい出した。このジップロックの中に、え、熱い、このアヒルさんに助けてもらおう。熱い、行くよ、入れるよ。手元見れないね、これ。うわ、熱い。もうゆでキャベツが出来上がってる。なんかママ曰くキャベツはねチンした方がいいらしい。見て、熱い、熱いけど見て、熱い、熱い。ちょっとこのアヒルでお見せた。こう、え、もうこれお肉がさ、このキャベツの熱で通っちゃうんじゃないってぐらい。マサオさん、確かにフードプロセッサー持ってるよ、使えばよかったね。アヒルさん大活躍。チャイナで餃子ね、プロ15分で完了はすごいよね。え、ほら、お肉がどんどん火通っちゃってる。美味しくなってほしい。でも、持ってるからフードプロセッサーにすればキャベツとうまく混ざり合ってください。いや、お肉本当に火通り始めてる。もうピンクじゃなくてなんか白くなってる。まあ、お肉も、あ、もうブロ、普通の皮のお肉じゃない、1枚のお肉を混ぜて、それでフードプロセッサー入れたらミンチになるのか。え、天才じゃん。え、次そうする。はい、お肉がもう火通っちゃったまあこれは学びですね。しまって、ごま油入れるの忘れてた。ごま油も今日ちょっと新しく買いました。なくなってたから割と火通っちゃった。このまま食べれる。まあちょっと大量かもしれんけど、まあそんぐらいが美味しいでしょう。なべなべ所長ありがとう。
信じない。え、熱気で全然粘り気出てない。パラパラなんだけど。ほら。ほら。パラパラなんだけど。ああ、やばい。そぼろになってる、そぼろに。しっかり混ざり合ったので、じゃあ今からライスペーパーを水で、ちょっと私もライスペーパー初めてなんですよね。フォーユーさんハートありがとう。ライスペーパーを戻す、湿らせるらしい。めっちゃパラパラ。こっからが餃子。ライスペーパーってすぐにくっついちゃうの？見て、憧れてたやつ。どうしよう、なんかこれさ、割れました。怖かった。破片もそれなりに出た。え、これでちっちゃく包もう大作戦なんだけど。どんない？優しい。優しすぎる。ちょっとなんか破片がさ出た。まあいいか。ちょっとびっくりした。押す押す、音が聞こえたよね。押すって何？押す。じゃあ水にね戻していきます。浸す1枚ずつ。え、戻った。これシワシワになるの？皆さん、え、もうひき肉じゃん。ひき肉ですになったんやけど。じゃあライスペーパーにどれぐらい包めそう？もうひき肉やん。なんかシューマイ？小籠包？うん、春巻き。ライスペーパー焼くのは至難の技なの？どうなっちゃうの？これ生春巻きにもできるらしいよ。次も包んでいきます。もうさ、全然この具が全然さ、ネリネリされてないからさ。あ、これは具が多すぎます。Yeah!
もうシュウマイ。ライスペーパー難しいの？私もう舐めてたわライスペーパーのこと。ツーデスさん、たい焼きありがとう。じゃあちょっと、具が多すぎ、具が多すぎだよ、欲張らないで、具が多すぎて包めないよ。あ、でもなんかそれなりにそれっぽいかも。ひー様、かわいい、ありがとう。星投げ3周、さすが。じゃラストペーパーに、ラストペーパーキス。それでコンビニ行ってもいいかな、これで、この格好で。そしたら次は手の水気、ちょっと餃子じゃないのでは。次は私がそんなダークマターな、次はもうこれ一つにブエってやってみます。いや心配だよ、さあ詰められてるってコメント来た時にってなっちゃったもん。でも待って、ちょっと今ね、料理研究家です、研究家ですね。そうね、私確かに今日料理研究家。会社の電波が悪くて苦戦。ありがとう。30、50、無音だって、ありがたい。それでも3週とかできちゃうのすごくない？50カウント電波悪いと大変だよね、速度制限来たりしたら。ライスペーパー、ライスペーパーにもうちょっと好きなだけ具材入れて、うわ、いい匂いだよ。この材料自体はさ、すごい、差がどんどん縮まるの怖いね。シューマイ？あ、違う、小籠包？肉まん、肉まんが完成しました。大きすぎるって。
大きすぎるぜ。じゃあちょっと30分になったのでこれを一旦焼いてみましょう。ピーマンさん真珠貝ありがとう。そうね、できる限り。肉まん配信だったのか。そうね、リードはしてるし頑張ろう。蒸した方が良さそうって。じゃあちょっとごま油で焼いていきたいと思います。ちょっとごま油も入れすぎたかも。しかもごま油って熱さない方がいいっていうもんね。にするよ。あ、東京のまさみパンさん、ありがとう。ほら、どうどうどう？肉球。どうよ。納得？肉球納得でしょ？今週50カウントありがとう。え、ちょっとめっちゃいい匂いしてた。私の配信こんな感じです。50カウントもぜひ。ちょっとこっちの方が見やすかったね、私の顔は。猫坊やさん可愛い、ありがとう。よろしくよろしくね。え、いいじゃんいいじゃん、ありがとう。ちょっと ASMR ちゃんと時計置いてるよ。生活感。確かに私この配信でなんか規則正しくなってるから、ちゃんと部屋片付けてとかできる。フライパン蓋した方がいい。蓋しといて気長に待ちましょう。蓋大事？分かった。クローバーさんレインボースターありがとう。ホーヤーさんハートありがとう。すごい、レインボースター。これは掃除機です。カウント面倒な人はぜひ配信にいっぱいコメント書いてください。50コメント蒸した状態だと。え、お湯入れなきゃダメ。もう揚げたい、揚げ焼き、揚げ焼きにしよう。揚げ焼きにビッグ餃子。何し違います、これは掃除機ですよ。これは何しですか。いいえ、これはわあ、その縮まり方がすごい。裏返してみた。めっちゃ跳ねるし、あっあっ、くっつかないで。やばい、肉まんくん難しい。肉まん破れた。肉まんめっちゃ跳ねる。油気をつける、ありがとう。みきお兄貴さん尊い、ありがとう。ナンシーに見えたの、おしゃれ。いいえ、これはみたいな。面白い。肉まんくんやばかった。全部出てたもん、もうなんかほぼほぼほぼ。あー、フライ返しの日本使いがいいんだ。そういうことか。やっちまったな。え、待ちきれない。子供わー、マイシー結婚して料理ができる。私料理ができる。花嫁修行中の私ですか。うん、
食べたい食べたい。問題は味やない。え、絶対美味しいよ。だってニンニク、生姜、オイスターソースで、ごま油も入ってるし、もういいんじゃない？もう待ちきれないから食べようよ。フライ返しでさ、裏返してみようよ、肉まん。あ、出てる出てる。あっちー！あ、でもめっちゃ美味しそうね、キャベツでさ、お肉半分火通ってたからさ。ちょっとこの姉ちゃんをちょっと冷蔵庫に。いい感じだよ。フライパンの中だとめっちゃ美味しそう。福ちゃん、真珠貝ありがとう。イエロー7人のバカかっこいい、ありがとう。バカ妻感あった。よし、もう食べるよ。ショールームのお皿にする。やばい、フライ返しまだ生き返る。めっちゃいい色だよ。え？え、普通に美味しそう。カニフミオありがとう。たい焼き、フォーユさん、だるまありがとう。え、わっ、おりちゃん、うまっ、ありがとう。これはまあ餃子です、餃子。ほらほらほら、なんかさ、美味しそうじゃない。え、ツーです、うまっ、ありがとう。通ってなかったら気合でなんとかするって。わざやさん、パチパチありがとう。お好み焼きって言われてる。じゃあちょっとあっちにこの子を置いていきますね。え、とっても美味しそうだよ。絶対美味しいよ。やばい、ヒー様、レインボースター、ポユさん、ハート、ツーデスさん、たい焼き、わたやんさん、ペンライト、成田のしん、真珠貝、みきわにきさん、たい焼き、ありがとう。ちょっと貴族、貴族、ポン酢とラー油ね。ポン酢ないよ。やばい、めんつゆある。この前捨てたばっかだ。あ、リンゴ酢は、リンゴ酢。まさかの、まさ
さかのポン酢ない、やっほー、夕方来てね、ツーデスさんたい焼きありがとう、わたやんさんもたい焼きありがとう、え、ポン酢ないんだけど、あとビールだって、うちもない、借りたい、借りたいよ、みんな届けに来て、嘘やん、じゃあリンゴ酢で味見してみよう、リンゴ酢で味見してみよう、リンゴ酢体にいいって言うしさ、え、自分ポン酢ない、お酢と胡椒ある、あ、胡椒ある、ひーさまハートありがとう、あ、お仕事頑張って、ありがとうね、様子見に来てくれて、ちょっといつもの場所、あ、でもリンゴ酢のこの酢の香りがしっかりとします、何この配信、よし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 、わたあめさんハートありがとう、ポッカレモンいいね、ポッカレモンでもいいですね、やった、ちょっと待って、そのところに戻していって、よいしょ、ひーさまーハートありがとう、おたあめさんハートありがとう、嬉しい、ギフト充電は本当に感謝です、皆さんももし何か投げようとかなった時は充電でお願いします、はい、ひーさまありがとう、ハートありがとうございます、麻婆豆腐食べてるの、めっちゃいいじゃん、キャー、なんでリンゴ酢があるか、え、なんかリンゴ酢がさ体にいいみたいなのを信じて、え、これめっちゃ美味しいよ多分、いい、なべさんハートありがとう、おひつじ座のティオさんハートありがとう、あ、時計、時計が一番大事、よし、はい、あ、みんな 50コメントいったでしょう、絶対、なり楽しい、ありがとう、真珠貝、カニフミオさん千万両ありがとう、のぎんさんハートありがとう、ひーさまかわいいありがとう、あ、お牛座だったんだ私がお羊座だったからお牛座かと思っちゃった、あ、お羊座って読んじゃった、お牛座のキヨさんハート100個ありがとうございます、嬉しい、じゃあ皆さんいただきます、食べるのは次の配信、え、ちょっと待って、ジューシーだよ次、お預けいただきます意地悪や、え、めちゃもちもちそうじゃない、東京のまさみさんタコありがとう、いただきます、そのままで食べれる、うん、めっちゃ美味しい、もちもち、うんうんうん、
可愛い、ありがとう。作る配信だからって確かにそうだけど、めっちゃ美味しい。もちもちで、このしっかり焼けてるところがカリカリ。うん、うん、なんかさ、ライスペーパーのこうやって包んだ時の結合部分が重なって、そこがパリパリもちもちで、パリパリカリカリで美味しい。周りはもちもちなの。ローリ研究家になれるのでは。確かにエビ餃子とかさ、なんかニラまんじゅう、確かにそんな感じ。ひーさまかわいいって、ありがとう。たくさん、わたやんさん、じいじい、ありがとう。これはね、もう美味しいです。次は最初からニラまんじゅう作って食べますって。確かに今回は13時まで餃子作る配信だもんね。食べる。うん、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 でかいやつどう食べよう。私もクックパッド参戦したい。リコチコリーご飯ってサラピが言ってた。ライスペーパー餃子美味しいよ。おりちゃん、ミラボ10連ありがとう。美味しい。ミラボ、ミラボぐらい大きい。わたやんさん、ハートありがとう。いただきます。おっきいの。いくよ。うん、連結部分がプリプリ。和風ハンバーグって言われてる。ねえ、クックパッドしたい。うん、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 わっ、うん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 、そう、大葉も買ったの。確かにこれめっちゃなんか和風のハンバーグ。めっちゃ飯テロしてるよね。みんなご飯食べずに星集めとかさ、星投げとかしてくれてるんだったらさ、うん、うん、マニョチたい焼きありがとうね。大葉いいよね、大葉。パンダさんの名前はハッピーとラッキー。うん、確かにいろんな番組とかで食レポする機会多かったから。でもうまく言えないよ。うん、サンドイッチよかった。ふくちゃん、真珠貝ありがとう。うん、うん、ふん、うん、うん、人生方向音痴さん、ハイビスカス埼玉ありがとう。ひーさま、ハートありがとう。うん、お仕事頑張って。パンダついてる。
ーとラッキー。ハッピーとラッキーって。青菜って何？生春巻き。でも生春巻きもできるよね。ライスペーパー見つかって嬉しい。12時50分だから、ニット号はグーグーって言われてんだけど、やばい、発作が出る。ハンバーグやないけ。これはあくまでも餃子です。餃子うまっ。うん、うん、うん、うん止まらん。うん、オイルサーディンさん、レインボースターありがとう。これが言いたいから、ニトボの時に。いや、そう、うずうずするのやめてよ。はい、かに。今度は餃子の皮でもしよう。うん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 。もうこんなに食べちゃった。ヤッシーさん、ハートありがとう。うんうん、次は17時からですよ。そうなの。ヤッシーさん、ハートありがとうね。オイルサーディンさん、レインボースターありがとう。チャイナ服似合ってる？嬉しい。カニフミオさん、だるまありがとう。いっぱい食べて大きくなるね。うん、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 頑張って、お願いします。誰も頑張る。神文雄さん、だるまありがとう。もうゆうさん、ハートありがとう。うん、うん、うん、パンダついてるの。青系ぴったり。これそういえば美穂のお下がり、このチャイナ完食。うん、あと5秒だ、55分まで。はいおりちゃん、おりちゃん今日すごい。ミラーボールにトロピカルもありがとう。ありがとう、タワーだ。ありがとうね、いつか振る舞うから、スペイベで。じゃあ今日のファッションを最後に見せて壇上の方をお呼びいたします。今日はこういう感じでした。フォーユーさん、ハートありがとう。どう？チャイナでした。
これが本日ラストのコスプレ枠だよ。最初で最後の。かわいい？ひーさまかわいい、ありがとう。ギフトは10連原種、コガペンさん、レインボースターありがとう。10連原種ね、ギフトは10連が命。あー、ズーデスさんかわいい、10連ありがとう。メールでも送るね。ヤッシーさんハートありがとう、10連嬉しい。こんな感じ、すごいです、みんなのおかげで。本当になんとか守っていきましょう、この1位を。ダメさんハート10連ありがとう。え、うん、このパンダさんも可愛い、嬉しい。加藤チャイナやりました、ありがとうございます。さあそろそろ時間なので男女の方をお呼びいたします。お昼の枠も見に来てくださって、あの星投げとか50カウントとか本当にありがとうございます。コメントとかでもみんなが盛り上げてくれて、なんとか無事やることができました、ありがとうございます。じゃあ39位からもちろんメールでも送りますよ。アムトンさん、渡辺さん、孫悟空さん、タッキュン、八つふささん、ミメイさん、ギフ、星もギフトも10連打さん、マシャさん、スモさん、リョさん、ナオトさん、ホウ、今日はショートケーキの日、15が上に乗ってるからね。お日様おじさん、職場で隠れて星投げる、ありがとう。 D さん、二の丸さん、10連宝刀さん、ギフトは10連原種、コガペンさん、りょうさん、ヤマトさん、レッドリコチさん、フォーユー、コスプレオリコチさん、 NHF さん、ソニーさん、猫坊やさん、福ちゃん、マーシーさん、ボヤッキーさん、オイルサーディンさん、ナナリンさん、ピーマンさん、成田のしんの耳時々指、なべなべ所長、クローバーさん、そして本日の秋元先生枠はマヨ先生でした、ありがとうございます。ひーさま、わたやんさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は人生宝庫おじさんでした、ありがとう人生宝庫おじさん。第2位はズーデスさんでした、ズーデスさんありがとう、ありがとう。そして第1位はオリちゃんでした、オリちゃんもありがとう、嬉しい。オリちゃん1位になってくれて、応援してくれてありがとうございます皆さん。あ、はい、ここに多分ね、ニラが挟まってない、よかった。なんかちょっと控えめな笑顔だったもん。次の枠は17時、あと4時間後ですね。なので皆さんぜひ星集めや、皆さんのお時間に、お時間を大切に過ごしてください。はい、17時だと15時15分までに、あの15時15分までにあの星集めをしていただいて、16時15分に星捨て星をしていただくと17時からの枠では参集できるので、ぜひ皆さんもしお時間に余裕があればしていただけると嬉しいです。参集できる方はぜひ準備のほどおことをお願いします、ありがとうございます。見せないの、ごめんなさい、よしなさい、はい。次枠も楽しみましょうね皆さん。そろそろ時間です、あと40秒で終わります。あ、みんな私の配信お昼枠を一緒に平和に見てくださってありがとうございました。おかげで美味しい餃子がね食べました。ワタロンさんありがとう、ハート。じゃあ次も健やかにいきましょう。それでいきますよ、せーの、えいえい、おー、皆さんありがとうございます。またね、お休みされる方はおやすみなさい、そしてこの後お仕事の方、お役目の方、頑張ってください。じゃあねー、配信ありがとう、終わりますよ。じゃあねー。